阪急メンズチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ビューティーの土山です。スタードスタイルバイヤー竹石です。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今日は、はい、夏といえば、はい、紫外線、紫外線、紫外線がすごくお肌の大敵ですね。お肌の大敵、紫外線、はい、何か紫外線対策はされていますか？そうですね、お肌の大敵と言いながら、はい、無策でございます。無策、ね、はい、無策でずっとやってまいりました。はい、70年間、はい、28年間無策で頑張ってきました。はい、それはダメですね。そろそろでもね、そうなんですよね、紫外線は。夏だけじゃなくて5月から8月が結構ピークと言われているので、もう真夏だけじゃなくて春先からもきちんと対策してもらうことが大事になってきます。そうなんですね。今日はそんな竹石さんに、はい、ぜひ取り入れてもらいたい紫外線対策の、アイテムを持ってきたので紹介します。はい、とその前に、はい、紫外線について軽く説明したいなと思います。紫外線が人間の肌に直接関係してくるのは、3種類のうち2種類でして。そんな種類があるんですね。はい、UVA、UVB、UVC と3つあるんですけど、はい、人間の肌に直接関係してくるのは UVA と UVB の2種類です。なるほど。よく書いてある SPF とか、はい、PA とかって聞いたことはありますか？聞いたことはあるんですけど、何を表している数字か全然分かんなくて、なんか SPF30、50とか書いてるな、なんか強さかなと思ってました。強さ、はい、PA プラス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 、これは完全になんかの誤色、誤色か、はい、なんか言ったらあかん言葉消してんのかなっていう感じで、はい、思ってました。この SPF と PA なんですけど、はい、UVA、 UVA、 UVA ってお肌に当たると肌を黒くしてしまう、はい、でそれがたるみとかの原因になってしまうんですけ ど、 なるほど、はい、その UVA からお肌を防御する指数がこのPA と呼ばれるものになっています。はい、でこの PA が、プラスの数ですか？プラスの数、あ、そうです、大正解。プラスの数で、はい、プラスが1つから4つまであって。なるほど。じゃあこれって最強のアイテムじゃないですか？最強のアイテムを今日は持ってきたんですけど、はい、で次に SPF、 SPF、こちらは、はい、先ほどの UVBB の方ですね。UVB の方、はい、UVB はお肌を赤くしてしまうもので、うんうん、はい、こちらは、シミとかの原因になってしまう。なるほど。結構一番嫌な、うん、A がたるみで B がシミになる、シミになってしまう、うん、UVB から肌を、防御してくれる指数がこの SPF、はい、というものになるんですけど、はい、今度こっちは 数字なんですね。数字なんです。これは50プラスになってます、はい、一応1から50まであって、で、まあ、50以上のこう防御力があるものには全てこの右側にプラスがつく。これじゃあもう防御力どちらも最強っていうことですね。あ、そうです。これはもうマックスマックス最強持ってきています。大丈夫です、あと2本続きます。これも最終じゃないですか、1本目から。そうです、もうこれが一番、じゃあこれがこれが一線かもしれない、今日は。まあ、こういうものにはやっぱり紫外線吸収剤というものが入ってまして、はいはい、日焼けからはすごい肌を守れるんですけど、その分お肌にダメージを与えやすい。なので紫外線吸収剤が入っているものと入っていないもの、まあ、ノンケミカルとよく言われるもので、はい、ちょっと持ってきたので、はいはい、今から3つまたご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあまず1つ目はそのままいきます。はい、こちら1つ目が、ペルムータの UV カット、はい、日焼け止め乳液です。これがもうよくある振って塗っていただくタイプになるんですけども、馴染み深いタイプですね。馴染み深い、そうです。でも小学生の時とかから使うような。小学生の時は全く使ってないですね、やっぱり、はい、これもちょっと伸ばしてもらったら、日に焼けまくってた、火に焼きまくって走り回った、はい、走り回ってました。さっきもいい匂いします。あ、そうですよね。結構このブランドが化粧水とかスキンケアも出していて、すごくいい匂いがするんですけど、
これがさっきお伝えした通り SPF50 プラス、はい、PA プラス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 なので最強のやつですね、はい、でこれウォータープルーフ機能もついてて、あ、じゃあ海とか川に行った時も使いやすいですね、落ちずに使えるって汗とか、はい、その水とかにも落ちにくいので、うん、このブランドはサッカー選手の方とかと一緒に作られているので、結構スポーツされる方にはすごくもってこいの、はい、アイテムかなと思います。なるほどです。2本目は紫外線吸収剤が入っていないタイプのものを持ってきました。入っていないタイプですね、はい、これがデオドラの時もご紹介したブランドなんですけど、はい、アスレティアというブランドのスキンプロテクション UV クリーム、こちらが同じブランドのスキンプロテクション UV ジェル。あ、なるほど。テクスチャーが中身が違うんですね。あ、そうです、テクスチャーが違ってて、はい、こっちはクリームタイプ、うん、こっちはジェルタイプになります。どう違ってくるんですか？ジェルの方が結構サラサラしてるので、はい、男性の方とかだとちょっと塗りやすいのかなと思います。 あんまりもうベタつかずにもうさらっと使っていただける。はい、方にやってみてください。こっちがジェルタイプです。これがジェルですね。確かにさらっと、さらっと、はい、うん、さらっとしてますね。でこっちがクリームタイプです。じゃあせっかく、ね、クリームも一緒に。確かに全然違いますね、伸び方とかが。テクスチャーが違っていて、うん、匂いとかもちょっとずつ違ってきます。でこっちはSPF が30の PA プラスプラスプラスになるの で、はい、で SPF のこの30とか50っていう数字って、はい、うん、大体 SPF30 だと10時間から15時間くらいの日焼け止め効果がある、ね、はい、なのでもちろんレジャーとかだったら50がおすすめなんですけど、うん、はい、普通に普段、そうですね、普段使いとしてはすごいこれ匂いも香りもいいですし、 SPF30 でしっかり朝塗って日が落ちるまで持つので、はい、そうですね、はい、がっつりスポーツ行くときとかはさっきのがいいかなと思うんですけど、そうなんです。なので日常、はい、はい、お休みの日1日使うとかであれば、はい、これぐらいでも、これぐらいでも十分、はい、十分、はい、安心して出かけられますね、はいはい、なので外出先とかシチュエーションに合わせて使い分けていただくといいかなと思います。はい、でこれが紫外線吸収剤が入っていないタイプなので、はい、お肌が弱い方にもこれは安心ですね、はい、安心してお使いいただける。肌にも優しいし守ってもくれると。そうです。なるほどです。じゃあ続いて3つ目はちょっとタイプが違ってきます。資生堂面から出ているクリアスティック UV プロテクター、はい、これがよいしょスティックタイプになっています。さっきみたいにちょっと出てくるタイプじゃないんですね、はい、確かに塗りやすいですね。塗りやすいですよね。思ったよりなんかこう引っかかりとかもなくってさらっと。そうなんです。広いところには横に塗ってもらって、はい、ちょっと細い部分には逆に縦にしてもらって塗ってもらうと、本当におでこのところとかは縦で細かくいったりとか、はい、鼻の鼻筋とかは縦で塗っていただくとすごく塗っていただきやすい。これめちゃくちゃ便利ですね。そうなんです。でこれも SPF が50プラス、はい、で PA がプラス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 、でこれもウォータープルーフ機能がついているので、はいはい、レジャーに行くときとかも使っていただきやすいですね、はい、でこまめに塗り直していただくとより紫外線対策効果が上がると思います、はい、なるほどです。じゃあ紫外線対策3つのアイテム紹介したんですけど、はい、武井さん的にはどれが一番取り入れやすかったですか？そうですね、初めやっぱりなんか塗るタイプの馴染みがあるのがこちらだったんですけど、はいはい、結構こう肌が先ほども言った通りちょっと弱かったりもするので、はい、なんかバランス的にはこのあたりがいいのかなと思いました、うん、あ、そうですね、はい、じゃあもう紫外線吸収剤入ってないタイプなので。そうですね、はい、あの香りもいいのでデートの時とかもさっと塗っていただいてケアもできるし、はい、まあ、匂いも楽しめるっていうようなアイテムですね。さっと香っていただいて、はい、じゃあこちらの商品も店頭でももちろんご購入いただけるんですけども、はい、リモーダーというスマートフォンから簡単に店頭の商品を買っていただける
システムがございまして、そちらの方でもご購入いただけます。はい、まあ、詳しくは概要欄の方に載せているので、そちらご覧ください。ぜひご活用ください。今日の動画を見て、良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。